それではただいまより勝山市8月の定例記者会見を始めさせていただきます。まず市長よりご挨拶をお願いいたします。はい、おはようございます。勝山高校が対抗甲子園日本一になって、それも2回目ということで大変嬉しく思っています。勝山高校はバドミントンをはじめ、非常に頑張っている面がありますので、今後ともその勝山の子どもたちの勝山における最高の最高っていうのは、この一番、上級学校ですから、力を入れていきたいというふうに思っています。そういうことに関連して、おとついですね、勝山高校生とは語る会というのを私は催しまして、3年生の生徒10人と3年生の生徒たちが市政、および勝山市の在り方とか、いろいろ課題とか、また提案とか、そういった話を受けまして、私もそれについてのいろんな受け答えをしたわけであります。非常にしっかり考えているなというふうに思っておりますし、またそういったような形で、子どもたちが育っているということを非常に頼もしく感じております。またそれに、関連してですね、勝山市では、夏休みに小学校5年生の生徒を全員、東山憩いの森で、キャンプをすることになっています。約5年前からかな。で、今年は特に天気が良くて、7月23日から25日までの間のそれぞれグループで、1泊2日で、それを3回に分けてですね、7月23日から24日が1回目、それから7月24日から25日が2回目、7月25日から26日が3回目と、それぞれ1泊2日、それも小学校5年生の3小学校を一緒にするんですけれども、初めて会う子どもばっかりだけど、みんな共同生活をするから仲良しになってですね、非常に自然の中で、いい友達関係ができて、大変、自然と楽しかったということが、この感想集をさっき読んでたんですけども、非常に心温まる、非常にいい経験をしているなというふうに思っております。5年生全員ですから、勝山の5年生全員ですから、182名が3回に分けて、キャンプして、キャンプファイヤーとか、それから鮎をつかみ取りをして、串に刺して焼いて食べたり、それから近くても1キロ以上あるらしいんですけども、大滝まで、ハイキングに行ってですね、滝 に感動したり、非常にいい体験をしているなというふうに思っています。こういうふうに、市の取り巻く環境、つまり大自然に囲まれながら、こういったような体験を知らずに、大きくなるということは逆に不幸なことであって、せっかく自然に恵まれた勝山市に住んでいながらですね、そういうようなことの体験でもってさまざまな経験をし、その中で友達ができ、また自然に感動する、そういうことをこの環境の中でさせたいというふうに思っております。実はこの体験の行事は、私が教育委員会に提唱しましてですね、実現したものであって、非常にいい形で継続していると思っております。そういうような子どもたちが高校生になり、さらにはふるさとに思いを馳せる
まあ、英語教育も相まってですね、勝山の教育というものをそういった形で、充実させていきたいというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。それでは記者発表内容に移らせていただきます。今回4件の、発表がございます。それではまず1番平成30年度勝山夏物語についてと、2番ふるさと勝山怪奇ショートムービー制作事業について観光政策課より説明をお願いいたします。観光政策課です。よろしくお願いします。それではまず平成30年度勝山夏物語についてということで、今年の勝山夏物語、まあ、例年続けておりますけれども、特にその中でも今回は今年初めてやる新規イベントを中心にまたご説明申し上げますので、事前の告知および当日の取材等についてよろしくお願いしたいと思います。まず、まあ、勝山明かり祭につきまして今年は3年目ということでまたやっていきますけれども、今回につきましては8月10日金曜日の夜から14日火曜日までこの間に、王将公園花月堂周辺のエリアというイベントということで考えております、この期間今回はもう少し範囲を広げまして、孫光寺というお寺もあるんですけども、ちょうど勝山郵便局の建の並びのところにあります孫光寺というお寺のところなんですが、実はその原木線が今まで塀があったところが一部塀をなくしまして、外から中でよく見るようになりました。でその孫光寺自体はすごい優秀な大きなお寺でして、非常にそこにもう少し郵便局を並べるところにすごい雰囲気がいいんじゃないかなということで、今そこにも郵便局を置いて花月堂がそこまで誘客にならないかというで、まあ、その感じでこのところでございます。イベント内容も下の方に言っていただきますと、まず8月14日の日が、ここは、明かり祭りに合わせまして花月堂の方ですけども、1階のビュッフェの方で夜の営業いたします。夜の時間は15時から夕方5時から夜9時までということで、軽食、まあ、簡単なつまみ程度と聞いておりますけども、ソフトドリンクとビールなども販売するというところであっております。あと同じ11日からですけども、もう11日土曜日の方はおしゃれ浴衣コンテストということで、こちらの方から町通り弁天緑地を使いまして、行います。簡単に言いますとインスタを利用したフォトコンというものを作りまして、チラシの方がですね2枚めくっていただきますとおしゃれ浴衣コンテストというのがついているかと思います。まあ、この真ん中にあります天使の羽や蝶の看板の前ということで、これ実は大輔さんというイラストレーターの方がいらっしゃるんですけども、特に福井のガレリアとかあちらの方でも大きな天使の羽を描いたりしております。その前で、写真、まあ、インスタを写真を撮ってインスタに上げるというのがいわゆるインスタ映えを狙ったイベントということになります。でそこでは別に浴衣にはこだわりませんが、いろんなおしゃれや浴衣を着てきていただいて、その前で写真を撮っていただいて、それをインスタグラムに上げていただきます。そのインスタグラムに対して、いいねについた数という形で、コンテストを行いたいということになります。まあ、簡単に言いますと、キッズ部門と学生の部門と一般部門というのを3つに分けておりまして、それぞれに、上位優勝者に、じゃあ、10年につきましては、いろいろ経費を差し上げたいというふうに考えています。あと、まあ、この絵を描いていただいています大輔さんが、当日は福井の方から来ていただきまして、テニスペイントであったり、ボディーペイントも一緒にやっていただける。あと、これ、活動生なんですけども、活動生と協力いただきまして、高校生6名で来ておりますが、コスプレや、コスプレですね、コスプレイベントという形を撮りたいということで、コスプレをしていただいて、この一緒に写真撮りたいとか、撮ってもらうとか、いろいろコラボしていきたいというふうに考えております。あと当日は、神奈川大農場という形でありますけども、ケータリングカーを2台に行きまして、飲食もここで一緒に、王将公園の方で提供するということで、まあ、皆さんお気軽に来ていただけるイベントということで、今よく計画をしておりますので、ぜひ、お口を伸び、取材の方をよろしくお願いします。ではまたデリベロに戻りますけれども、今度は8月の12日、この日が芸能発表、民謡の夏流し盆踊り大会ということで、同じく王将寺広場花月堂の方で、行っています。実際は、つけ上げいたしましては、まあ、日も暑いので、16時ぐらいから芸能発表ということで、話題を、あと地元の瀬尾市さんの方が詐欺商売所、夏の詐欺商売所を披露してくれるということになっていますし、簡単な予算法にも手っ取りとか。あとまあ本番といたしますと、夜暗くなってから19時半から民謡の町流しということで、あの川の町通りの界隈を民謡に合わせて、の町流しと民謡を踊って進むということになります。この20時からは、通常の、まあまあ、太鼓等を囲んで、みんなで山田等を囲んでの盆踊りをやるというふうになります。あとこの時も王将公園の周辺でいろんな飲食物も出ますということ
番重視になりますが、こちらの方では子どもたちの明かり祭りと言いまして、まあ、上の方に書いてあります明かり祭りはまだ別個の形でですね、勝山の中央公園の方で市内一部ともに南小学校、西校、勝山公民館の勝山地区と界隈ということで考えていただければいいんですが、そこの子どもたちによりますバンドを作ったライトアップを中央公園で行うというふうになっています。あと夜7時からと聞いてますけれども、13日は太鼓の演奏がつながりという団体3人ぐらいと聞いてますが、太鼓演奏が行われると、14日は運輸省さんチェロで、有名な人ですけれども、この方が入ってきてくれるので14日の方も、中央公園の方でチェロの演奏がするということになっております。あと8月の14日につきましては、まあ、この日は花火というのもありますが、勝山明かり祭りでほどということで、会場でいろんな浴衣を着ている方、いろんな方を、カメラマンの方、それなりのカメラマンの方に来ていただきまして、綺麗な写真を撮ってあげますよということで、そういった企画もこれは別の皆さんに来ていただきます。あと、もう一つ伝えてますと、勝山ミュージックフェスティバルということで、このジャマフェスと呼ばれているもの、これちゃの方も8月11日に弁天緑地をメインとして行われます。野外音楽フェスということで、音楽フェスティバル10時から18時ということになっています。今現在、大体9団体、あるいは9チーム、9バンドが出るということが出ていますが、今先ほど市長の方からお話もありました、初高の日本文化部もこのステージに出ていただけるというふうに伺っています。あと、まあ、県内に行かれているということでありますと、白井役者さんの方のジャンプコンサートも出てくるということです。あと、同時にダンスイベントの方も行います。これも10時から、同会場で、ステージは2つありまして、音楽ステージとダンスステージ2つを同時に行っているということになっています。このアソコスタの方につきましても、現時点で20数チームの参加があるということで、非常に賑やかになるんじゃないかなというふうに考えています。あと、グルメといたしまして、その会場で、ケータリングカーというのを入っていきます。同じ日ということで、そのおしゃれの浴衣コンテストと、この沿線での音楽フェスをうまくリンクさせながら、お互いの方で、それぞれ、グルメのケータリングカーの設置も考えています。こちら、大正寺公園の方では、亀山大門さん、ここはスムージーで、なんか冷たい焼き芋というのが最近非常に人気ということで、そういったものを提供してくれますし、あと、本郷といいまして、カレーの専門店が、これは大正寺の方にいるということになっております。あと、弁天の方では、クレープ屋さんとか、軽食ジュースを出すところ、あと、ちょっと変わったところでは、ブラジルの軽食を出す、ケータリングがあるということで、まあ、ブラジルのファーストフードの軽食も出てきますし、あとは通常のパチンコですとか、焼きそばであったり、コーヒーであったり、あと、サバイブというのを持ってくれる。音楽とダンスと食を合わせたイベントということで、こちらの方を充実に行いまして、この加熱の後と弁天緑地側2つをコラボしながらやっていくということです。で、夜につきましてはその会場の周りは明かり祭りが一緒にコラボしているというイメージになるので、また当日の取材というのはよろしくお願いしたいと思います。30年度勝山夏物語につきましては以上でございます。続きまして、丸2番、ふるさと勝山、会期ショートムービーの方の説明をさせていただきます。資料ナンバー2になりますが、こちらの方なんですが、7月の20日に、審査会を開催いたしまして、日大芸術学部の学生から募集をしておりました作品についての絵コンテ、あるいは、シナリオ等の企画案を、審査いたしまして、一次審査を突破した26作品、そこから、5作品まで選定をさせていただきました。今後この作品の制作に向けて、今度は勝山市内に下見であったりロケに学生たちが入っていきます。これはもう随時となりますが、直近では実はこの夏フェスとかのタイミングに合わせまして、8月10日から12日にかけて、学生と教員合わせて15名が、勝山市内に下見に入っています。このスケジュールといたしましては、下にスケジュールと下に書いてございますけれども、8月10日金曜日ですが、この10時頃に勝山に入ってこられます。そして13時に市長に表現訪問ということで、こちらでいろいろお話をしていただくと思っています。それ以降は市内の下見ということで、大自然大仏であったりいろんなところをバスでまず回るというのがあっております。で、11日次の日土曜日になりますが、こちらにつきましては街中で先ほど説明いたしました夏物語のイベント系を街中で行われていますので、そこら辺を見ていただいたり、あるいは、ロケ、市内もまた回っていただくということになりまして、8月12日には、11日には勝山を発表します。
作品の方ですが、審査合格作品ということで、まあ、全部で5部門で募集したんですが、いい作品が関わったところもありましたので、結局ドラマが2本、フリースタイルというのが2本ありまして、アニメーションの部門で1作品選ばれて、全部で5作品となっています。一応その概略といったものをまとめてもらったんですが、少々これだけ見ても少し分かりにくいとは思いますけども、まあ、ドラマが2本、フリースタイルの中には、インスタレーションという、まあ、現代芸術的なものも入っておりまして、まあ、ドキュメンタリー的なものを撮るというのも聞いておりますし、あともう一つのフリースタイルはちょっとミュージカルをやってみたいという学生がいまして、これ本当にうまくいくかどうかは分かりませんが、ミュージカル作品をちょっと作ってみたいということでございます。あと最後にアニメーションも入っておりまして、これについては本当に短いアニメになるかもしれませんが、イメージ的にはちょっと本物でした、本物でしたという、なかなか心温めるものになるんじゃないかなというふうに考えています。まあ、いずれにせよ今は現在のシナリオ企画等の段階でありまして、どういった映像作品になっていくかというのは非常に私も期待しているところではございます。とにかく、まず10日に勝山に、まあ、学生部員15名入ってまいりますので、できましたらこの市長の表現本の方なんかを取材していただけるとありがたいですし、友人たちの風景なんかをもし取材していただけると非常に嬉しいかなと思います。で、よろしくお願いします。大丈夫？はい。すみません。ではちょっと次第には書いてございませんが、SS の中にも、まあ、でもポスターがございますが、こちらのカウントこちらが出来上がりました。これにつきましては、ギャナという配給会社が全面的に全国公開に向けて今準備をしていただきまして、やっとこれが今公開、オープン、公開されたということでございます。あのポスターにつきましても、今まずは福井県内先行で貼っておりまして、今ですと、県内にいますステアドルサウンドとか、あと県内5つの映画館の方でもすべて貼られているということで、あとはこのチラシ等を今、関係各所に貼っているということになります。11月3日で福井県内先行公開を行いまして、東京の方では11月23日に公開します。この11月23日には、主演準備の小田原敦子さん、監督等も入りますし、この直前に国際東京国際映画祭の方に出品するという話を伺っております。こちらの監督があれば、小田原さんがやるということを伺っています。あと、今まだ、準備段階ですが、9月の21日に県内にもう一度先行イベントを先に打ちます。で、まだ改めてご連絡差し上げますが、こちらの方は当然、うちの山口市長をはじめ、関係者が決まりまして、ステージ上でのご挨拶ということで、やった上で、上映会を行うと、試写会を行うというところが今のところそのようになっております。このチラシの方につきましては、まあ、最近はこういう形を取るんですが、地方発の映画ということでロケ地巡りをしてもらえるように、ロケツーリズムに対応するようにどこでやりましたかという地図なんかをつけながら、まあ、福井県内、勝山のみならず福井の施設、沿線の島々を巻き込んだ上で、そういった観光につなげていきたい、人間につなげていきたいという形で作らせていただいております。また取材等よろしくお願いします。私からは以上です。それでは続きまして、3番勝山市許可イベントについて国体推進会で説明をお願いします。はい、国体推進会の方が登場と申します。よろしくお願いいたします。いよいよ国体が近づいてまいります。勝山市でも9月の1日のパラグライダーを皮切りに国体が開催される、始まるということでございます。それに向けましてですね、市民がこぞって参加するということを促すとともに、国体開催への機運を高めるために勝山市では許可イベントを実施いたします。まあ、すでに県内各市でイベント等を実施されておりますけれども、勝山市の場合県内で一番最後のイベントの実施ということになることと、非常に市内一円をリレーするということで、とても大規模なイベントになるという内容でございますので、よろしくお願いしたいと思っております。イベントの内容につきましては、黒丸の一つ目、まず8月の26日が実施日でございますが、集荷式を行います。これは、事前にですね、市内旧小学校で、独自にですね、採火して、火起こしていただいたというもので、ものをですね、この日に持ち寄って集まって一つにするというイベントでございます。その折に、一般公募しておりました勝山市の日の、許可ですね、許可名の
発表とその命名者の表彰式も合わせて行います。日を一つにいたしまして、その後午前9時でございますけれども、ジオアリーナをスタートゴールといたします許可リレーを実施したいと思っております。これにつきましては市民総勢450人の市民がですね、トーチをはじめ国体旗、まあ、国旗と5つの小旗6名1組ですね、こういったチームを組みまして、市内の全10地区、全部の10地区、それから区間としましては75区間をリレー方式で、というものでございます。9時にスタートいたしまして、大体午後の4時ごろまたジオガリーナに戻ってくるという、まあ壮大なというか、かなり時間かかるなというふうに思っておりますけれども、計画をしております。なお、リレーが終わった後につきましては、一旦また実行委員会に費用をお預かりいたしまして、9月の1日には今度福井県の火を作る集会式がございますので、そちらの方へ火を持っていきまして、国体の一つの日というような形になると聞いております。1枚めくっていただきますと、許可リレーのコースが掲載させていただいておりますけれども、このような全48キロの区間でございます。今年は市内駅伝を行わない代わりに、この許可リレーを駅伝の代わりというふうに位置づけておりますので、市内の各公民館を巡るようなこういったコースになっております。この中でも特にジオアリーナスタート地点から勝山駅までのグリーンの線の区間でございますけれども、こちらの方、今後福井国体が提唱しております国体と小スポの融合ということに絡みまして、この区間4区間ございますが、この区間を特別特別支援学校をはじめ障害者施設の方、障害者団体の方の走る区間というふうに特別に設定をさせていただいております。また、赤と黄色で色で分かれておりますけれども、まあ、黄色は各地区が主体となって走っていただく区間、赤い区間は、公募で募集をいたしましたランナーの皆様方が走っていただける区間ということに色分けはさせていただいておりますが、まあ、全体としてこのような形でつないでまいります。また、全ての75区間のうちその3分の2の区間におきましては、小学生が全員走るか、もしくは小学生が4日で入っているというようなグループの構成となっておりますので、そのような形での協力もいただいているということをご理解いただきたいと思います。さらに最後の参考という1枚ございますけれども、これは事前に各小学校で火を起こしていただく日程と日程につきまして記載させていただいております。採火方法につきましては実行委員会の方で事前に前切りという火起こしのセットをお配りをしております。これを使う学校も多いようでございますが、これにこだわらずに火を起こしていただければというようなことでお願いをさせていただいているところでございますので、皆様方におかれましては小学校での採火の様子もぜひですね、取材等いただければありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。75区間でございますけれども、大体、短い区間とか平均的な区間で1区間300メートルから一番長い区間で 2.7 キロ、ちょっと幅がございますけれども、そういったふうな区間構成というふうにさせていただいております。はい、ということで8月26日に、実施をいたしますので、よろしく取材と事前の PR とよろしくご協力をお願いしたいと思います。以上でございます。それでは続きまして4番陸上自衛隊第10音楽隊勝山ジオパークコンサートについて総務会で説明をお願いします。はい、総務課から本日をさせていただきます。この陸上自衛隊のコンサートでございますが、陸上自衛隊第10音楽隊ということで2年ごとにこのコンサートを行っていただきまして、
今年度は松本市ということで来ていただくことになっておりまして、またあのこれまで名称の方は陸上自衛隊大小学隊コンサートというふうに歌っておりましたが、今年度から、自衛隊の方の要請によりまして、地域にふさわしい名称をつけて、ということになるので、勝山ジオパックコンサートというあの名称で開催をしたいと思っております。それであの日程でございますが、先ほど説明しましたあの国体の基盤イベントの次の日になりますので、8月の21日の月曜日になりまして、6時5時半から会場ということになります。場所につきましては市民会館の大ホールで、この時の演奏、隊員の方、35名の方が来ていただきまして演奏していただきます。で曲目につきましては今調整中でございまして、大体あの例年ですと、タイムアルバムとかあの、朝の連続ドラマとか聴いてます曲とか、それからその都市に流行っている曲等もあの演奏していただいているんですが、今回は国体のテーマソングをということで、現在調整中でございます。で入場料につきましては、無料ですが、入場整理券が必要ということで、その整理券の配布方法ですが2種類ございます。でまずあの1つ目は直接配布ということで、実はあの8月の6日の月曜日に、各市内、公民館それから市役所の総務課での窓口で、直接配布する方法、それとこれあの今回初めてございます。あのこの入場整理券あの非常にこのコンサート人気が高いということで、この整理券もあのその日のうちにあっという間になくなってしまいまして、その日のうちに取りに行くことができないので何とかしてほしいというのを受けまして、30枚限定でございますが、事前に郵送等で申し込みのあった方につきまして、30枚限定で抽選によりまして配布したいと思いまして、したいと思っておりまして、これにつきましては、8月の5日、もうあの明後日になりますが、これ事前にあの広報等であのお知らせをしておりまして、現在あの3件ほど申し込みがございますが、明後日まで必着ということで受付をしております。いずれもあの窓口で配布する場合も、郵送で抽選する場合も1人2枚までの2枚前というふうに限定をしております。そしてそのコンサートの翌日になりますが、演奏指導ということで、市内3つの中学校の吹奏楽部の部員の方に自衛隊から演奏の指導をしていただきます。これは28日火曜日の10時から11時半ですが、市民会館、教育会館の各部屋におきまして、木管、金管、それから打楽器、全部で13のパートに分かれまして、それぞれ隊員の方から指導をいただくことになっております。でその後あの、交流ということで、音楽隊員と中学校の生徒、そして自衛隊の家族会、これは昼食をするわけでございますが、自衛隊の家族会が作ったカレーライスを皆さんで食べながら交流を図るというふうに作っております。当日までの事前周知などは所存もよろしくお願いします。以上です。記者発表内容につきましては以上でございます。質問等あればお願いします。原則だから飲み物買っていただきたいという話がありますが、しばらく中に入ってトイレを使って気に入っていただきたい。
ただいて、その油断は構わないかなと思っております。わかりますけども、範囲広いって言われてましたけど、ちょうど LED ライトの数も昨年から増やすそうですね。はい、LED ライトは昨年までは約400個ということで、400個すべても使えてなかったんですが、実を言いますと、他に貸してるものもありましたので、今年につきましては、あなたに300個買ったもので、合わせて合計700個あります。700個すべて使うのは、実は今年が初めてなので、少し拡大して、できるところまで見てみたいと思います。ヘルイがそのなんか棒のような立って、はい、そうですね、筒っていいますか、ね、入れて、あのそれだけ置いてたらやっぱ寂しいので、筒に入れますと全然光って、非常にいいということで、あと今年400個につきましては、市内の児童センターの子どもたちに絵を描いてもらったものを筒にしてありますので、それをあの児童センターの方に固めておこうかなと思っています。で、親御さんに、子どもさんと一緒に見に来てください、ズレが作品で探してくださいっていうようなことを作ります。区間としてはどれぐらい広くなったって言いますか。うん、距離的なものは測ってみても言えないんですけども実際あの去年なんかはちょっと関越の周辺、あの辺だけ終わったのがもう少し向こうまで、まあ、できたら郵便局のあの石川のずっと行って通り沿いを、そうですね、上に少しずつ置いていって、まあ、そこはちょっと力世代があるかもしれませんけども、そしてそこから上がってきて孫光寺、さっき言いました孫光寺の中を少し多めに配置して、ちょっと綺麗にできないかなというふうに考えたところです。このチャマフェスっていうのは、基本的に参加団体は全部福井県にゆかりのあるところで、いや、全てではありません。今ここで、まあ、ガツポンでこの試合やってたというのが入ってるんですけども、それ以外は中京関係、名古屋とか、その外国でも聞いてます。当日までわからない。明日発表っていうか、ホームページ上では明日設定とか上がると聞きますけど、今日の時点でまだ全ての団体にも、実はまだ明日まで発表しちゃいけないところもあるらしくて、よくわかんないですけど、入り日まで出さないでいくの結構ペースで多いらしいんですけど、私は一応わからん世界です。勝手な市役所のホームページでこう、いや、違います。あのチャンマーフェイスの2018カッチャンマー、この名前タイトルで検索していただきますと、このホームページに行き当たりますので、はい、明日それが発表されると思います。あ、そのホームページも上にもあのリンクを貼ってありますので、この業務の方が貼ってあります。そこから取れますので、はい、ホームページ右上から、どの旗を持つというところまで決まっております。75区間をですね、市内10の地区から13の団体、そして、4つの障害者施設団体の方々によりまして、リレーをしていただくということになります。団体っていうのはどういう機能ですか。例えばですね、あの勝山地区 の青年会の連合会であったり、ボーイスカウトであったり、あとは、近所の奥さんの集まりというか、あのママさんズっていうちょっと名前ついてますけども、そういった団体、あとは陸上競技協会ですとかスキー連盟ですとか、チャマゴン楽勝会という昔からそういう走る団体があるんですけど、そういった、まあ、
バラエティーな団体がいっぱい入っておりますので、はい、これにスタートは障害者の方がスタート、はい、そうですね、スタートは特別支援学校の皆さんになります。で、勝山駅までは、第2支援、それから48フレームズ、くずりワークショップ、まあ、合わせてこの4つの学校、団体が、その区間を受け持っていただくということになる。それぞれ6名ずつ出ていらっしゃいます。その時とかで、なんか勝山の大使の今の市民の方、特に勝山市民見てる、もう市民の市民の市民もしよろしければちょっと資料あります。今細かく説明した資料もありますけど、この場で恐縮ですけども、よろしいでしょうか。じゃあまた不明な点等ありましたら担当の方まで聞いていただければと思います。それでは8月の定例記者会見は以上です。どうもありがとうございました。